で行われたアートセントラルという、アートフェアだったんですけれども、まあ、それぞれ違うギャラリーから作品を出展していまして、でそこでもうあれですね、木村さんがツイッターでなんかそのツイッターみたいなことを書かれてたのに僕が多少反応して、そうでしたっけ、だったような気がするんですけど、覚えてないんですけど、まあ、それぐらいの、ね、サムネイルだけなんですけど、これ木村さんの作品こんなんだよっていうのをちょっとサムネイルだけでもし見ていただければと思います。すいません、小さな最初、本当に最初にパッと見た時はすごく技術のある素敵なお花の絵を描かれている作家さんなんだなという印象だったんですけども、よくよくこうしっかり見ていくと、そこに本当に、人の生き死になったり宇宙みたいなものを感じたんですよね。それで、まあ木村さんのウェブサイトにも書いてあるんですけれども、実際そこにこう含まれているのが宇宙とか時間とか命とか死といった普遍的なテーマを扱って今、花をモチーフに描かれているということで、しっかりその感じを作品から受け取ることができたんですけれども、今回僕も、この大きく見せている作品、ループピエタという作品なんですけれども、これが、僕の中ではその死生観みたいなものにこう関わる作品だったので、そのゆっくりお話ししてみたかった木村さんというのもあるんですけども、その辺りで近いテーマを作品にこう反映させている作家さんということで、今回、全く異なる、さっきちょっとお話しした感じだと全く本当に異なる死生観、人生があまりにも違いすぎるんですけれども、その辺でも、その違う人生がやはり人生でもこうそういった同じテーマというかものをこう描いているというところで、なんかお話もできたらなという感じで、今日は考えています。そうですね、私最近 のループピエタっていうシリーズを拝見して、このループピエタという作品は、本当に私事なんですけども、去年結婚する機会がありまして、その結婚したということを機に制作を思いついた作品なんですね。で、なぜこういう形になったかという感じなんですけども、やっぱりその結婚することによって、今まで以上にその自分の親だったりとか、もしかしたらこれから生まれてくるかもしれない子供だったりとか、そういうことについてちょっと改めてこう意識するようなきっかけになったんですね。もちろん自分の親のこともそうですし、その相手側のご家族だったりとか、やっぱり今まで違ったそういうことを考えるようになって、で、なん
かなかそんな風に思うタイミングもないかと思って、まあ、その時の気持ちを作品に反映させられたらなというふうに、思ったんですね。で、家族の作品を作りたいなと思った時に、まあ、パッと本当に直感的なんですけど思い浮かんだのが、ミケランジェロのピエタというあの彫刻の作品だったんですね。まあ、宗教美術でマリアがキリスト、貼り付けにされて十字架から下ろされたキリストをこう抱いているというような彫刻なんですけれども、まあ、僕自身は無神論者ですし特に宗教的に何っていうことはないんですけれども、まあ、逆にそういった視点からピエタを見たときに、まあ、普遍的な家族の作品というふうに捉えさせてもらったんですね。で、まあ、とても美しい作品だったので、それをモチーフにして、今までの、自分の作品のスタイルをちょっと重ね合わせながら、新しい作品を作ってみようと思ったのが、まあ、作品につながっています。あの衣装がみんな赤い衣装なんですけど、はいはい、そうですね。これはどういった？そうですね。この赤い衣装っていうのは、まあ、血の本当に単純な話なんですけど血の色を表しています。で、まあ、見ていただければ分かるように、同じ一人の人物が、まあ、自分を抱きかかえているような作品なんですけども、この抱きかかえている自分っていうのは、まあ、これから死んでいく親でもあり、まあ、これから生まれてくるかもしれない子供でもあるというイメージなんですね。まあ、つまり同じ遺伝子を持って血が流れているものということですね。まあ、つまりそれは自分だったりもするんですけども、まあ、そういうものがこう巡り巡っているというような、まあ、お話というか、コンセプトの作品です。はい、はい、美しいですよね。ありがとうございます。まあ、それぞれ被写体の方には撮影する前にそのご家族みたいなことをテーマにちょっとお話をいろいろさせていただいて、そのご家族にまつわるこう場所だったりとか、そのエピソードから場所を決めて、そこで撮影させているような、させてもらっているような感じですね。はい、初めて高倉さんの作品を見たっていうか知った時に、うん、すごいこういう言い方がいいのか分かんないですけど、最初とにかくかっこいいなと思ったんですよね。それでかっこいいが、すごいかっこいいなと思って、でしかもその香港のギャラリーでアートセンターのところで結構大々的に出ていて、でしかも一番大きいあれ、うん、スクリーンハトメがついた、はいはいはい、あれがなんかきちんと売れてたっていうね。そうですね。もう本当にこの壁ぐらいの大きさのものでしたね。あれはそれがちゃんと、あれは香港の方も買ったんですね。そうですね、香港の方が。香港の買って、ちゃんと評価されて出たっていうのは、写真がきちんと作品として売れるっていうことが、比較的現代美術の業界の中で、でやっぱり写真ってこう結構値段がつきにくい。そうです、難しいですね。そう言われがちなので、まあ、グルスキーがね、すごい多くってニュースになるぐらいなので、でそういう中です、あれがきちんと売れたっていうのは、私、そうですね。なんかその辺はすごくありがたかったと同時に、その日本とやっぱり違うこうマーケットがやっぱり海外にあるなっていうのを改めてこう感じるような感じで、そうですね。どうなんですかね。なんか香港だと、香港で土地不動産がめちゃめちゃ高いので、なんか家の中にお金をかけるみたいな。そういう感じかな。多分ですけど、はいはいはい、若い方とかも結構割とバンバン作品を買って家に飾るんですよね。まあ、なんかそのお金のお金不動産にかけられないから中にお金かけるのかなとかってちょっと思ったりするんですけど、そこがちょっと日本とは違うかなっていう、うん、まあ、どっちがいいとかはね、ないんですけど、なんかその辺なんか比較的大きいのがやっぱり好まれますよね。そうなんですね。日本と逆で同じアジアなんですけど、うん、特に香港なんかは、ま
そうですね、そう持って帰るかみたいな、ね、そう、持って帰るんですよね、まあ、近い、みんな香港島だとみんな近いからなのかもしれないですけど、ね、これなんか買う気満々で割り切ってるっていうのもありますしね、なんか買って帰るぜ、そうですね、なんかっていう意気込みは感じますね、なんか出す側としてはやっぱり面白いですね、うん、あとやっぱりちょっとやっぱりなんだろう、あの東南アジアのなんかちょっと陽気な気風も、はいはいはい、なんか 人々のなんかちょっとこうノリのいいウェーみたいな感じはちょっとありますよね、ありますね、ちょっとパリピ感というか、そうですね、うん、ありますね、はい、そうですね、でまあその時にはこれはまだ存在してないシリーズで、これは去年、パリで行われたフォトフィーバーという写真のフェアの時に向けて、作り始めたシリーズで、はい、そうなんです、見てらっしゃいましたね、はい、そうなんです、うん、どうでしたか、パリは、行き換えなんですよね、はい、行きました、その時も、このサイズ、同じサイズで作っていたんですけど、やっぱり2点売れて、素晴らしい、ありがとうございます、なんかやっぱり暑いですよね。暑いですか、うん、でしかもなんかここそれこそヨーロッパの方の宗教美術でちょっと触っていくのは正直怖かったんですよ。あ、何もこう分かってない日本人がそういう作品を作って持って行ってめちゃくちゃ怒られるんじゃないかなと思ってたんですけど、でも全然なんか楽しいんで、向こうの人はそうですね、すごく純粋に見てくれるという、直接的な表現じゃないっていうのも大きいかもしれないですね、まあ、確かにそうですね、うん、嬉しいですね、まあ、今回その、まあ、パリに行った後にイタリアにちょっと行ったんですけど、あの教会を、町の教会なんかをたくさん回ってきて、はい、でその時見た経験を元にというか、その、まあ、そこでこう感じたことがいろいろあって、ちょっとこの展示の形が祭壇みたいなイメージでこう見せているんですね。で、壁にこういうふうにかけて見せてないというのも、なんか平面作品でこう見せるというイメージよりは、その教会にあるような彫刻だったりとか、そういうなんですかね、立体物というか、そういう存在として見せたいなと。ローマでイタリアの教会って比較的建築物とか絵画なんですよね。フランスとか、ね、あのイギリスとかの方とかはステンドグラスの教会、あ、ね、あの、はい、大聖堂って大体ステンドグラスなんですけど、はいはい、あのローマ教会って割と彫刻とか、うんうんね、絵画とかが、ね、いっぱいあって、ね、本当にもう美術教会の美術館みたいな、そうですよね、本当にみんななんかあの首ずっと上向いてるからなんか、うん、なんとかいう症状になるって、あのエコノミークラスローコブみたいなやつで、首、頭に血が回らなくてめまいがする症状が出るみたいな、はいはい、旅行者ですか、そうそう、だからみんなの天井画とかをみんなずっと見てるので、まあね、ずっとこの状態になってるから、なんかあの体調崩す人が結構多いらしいですよ、まあ、気をつけてください、謎のそういう症状が出たら実はそういうことかもしれない、ね、そうです、そうです、結構それは聞きますね、はい、確かにそうかもしれない、ね、見ますもんね、絶対本当にすごいですもんね、なんかあの今回は少ないところですけど、はい、5月に手塚山ギャラリーさんのご提案やってたこっちのシリーズなんかは、はい、商品がいくつか、そうですね、ありますけども、はい、写真にこう糸を、はい、縫ってる、実際に、はい、刺繍を、はい、施した写真ですね、はい、これはどうして糸で縫おうと思ったんですか。これはですね、この大きいループピエタっていう作品のシリーズよりも、まあ、もう少しこう内省的なというか、自分にこうもっと寄った作品をこう小さいもので作りたいなって思った時に、まあ、作品に何かその自分を重ねるという、そういう感じで何かこう加工をしたいなというふうに思いついたんですよね。で、まあ、なんかアクリル絵の具とかいろいろこうちょっと試してそれで描いてみたりとかいろいろ試してみたんですけど、全然しっくりこなくて、で、まあ、いろいろ試していく中で刺繍というのも、まあ、別にやったことも特になかったんですけど、やってみたらこう本当に自分のこう血をこう
ってすごくしっくりきて、まあ、こういう作品になりましたね。結果としてはなんか途端に密度が変わって面白いですよね。そうですごいなんかいいなと思って自分なんかしています、ね、私も自分でそういう、はい、あのフラクタルとか、そういう血あのなんていう木とかの葉脈とか、はい、そういうものを、はい、あのまあ、血管に見立てたりとか、あの、まあ、宇宙モデルってあるじゃないですか、あの銀河だからって宇宙モデルとか、はいはいはい、ああいうものに見立てた、まあ、作品をイメージして描いてるので、はい、なんかすごくそういう意味ではあの心臓その辺もじゃあ、はい、あると思います。ただ私もっぱらこう意識が宇宙に行っちゃって、そう、まだ僕ちょっと宇宙まで行けてないいやいや、必要ないですよね。宇宙の方にもまた興味が湧いてくるのかもしれない。いやなんか、ね、そんなところ宇宙なのかもしれないですよね。そう、そうですね、あの、うん、ミクロとマクロの逆転みたいなところはあると思うので、うん、そうなんです、宇宙に行きたくてですね、うん、宇宙でこれさっきも話してたんですけど、はい、宇宙で死ぬのが夢で、そうですね、とにかく宇宙で死にたいってずっと言い続けてるんですけど、もしご興味あればぜひぜひ木村さんのウェブサイトのブログにその辺は詳しく書かれているんですけども、はい、ちょっと閲覧注意なんですけどちょっとあのディープな話がいろいろ書いてあって、私 の、 あの過去の体験とかいろんなことが書いてあるんですけど、その中であの死に方を選べるんだったらあの宇宙で死にたいっていうのを書いていて、その手法がね結構具体的に書いてあるんですけど、あの国際宇宙ステーションって ISS っていうのがありまして、まずそこに行くんですね私は。でそこから、みんなが接種するのを振り切ってハッチを開けてこれ一つばかりでベーンってダイブして死ぬっていうのが私の目標なんです。それがちょっとどうやらできなさそうだってことを最近薄々気づきまして、まだわかんないですけどね。でもね、そう、そうなんですよ、年末に実はあの JAXA の人と会う機会があって、JAXA の人たちがあの、まあ、宇宙旅行計画とかいろいろかなり現実味のあるところをまた来てるっていう話になって、一般の、そうなんですよ、であのインターステラーとかいう映画があって、インターステラーの世界みたいな感じで、私も宇宙に行きたい、宇宙に行きたいって必死にアピールしてた。もうちょっと待ってくれって、もうちょっとで死に方の話もしたらもうちょっと待ってくれって言われたので、もうちょっとしたらそれで死ねるから、そう、可能性もなくはない。宇宙葬とかっていうのは多分現実的にできてくると思うので、まあ、直接その死を迎えるのがその場になるかどうかは分かんないですけど、うん、かなり現実味が出てきてるっていうふうに思って、はい、期待してるんですけど、まあまあなんかこんなね面白おかしく話してるんですけど、まあ、一つやっぱりちょっと触れておきたいなって思うのが、はいはい、やっぱり、はい、あの木村さんは高三一番最初に沖縄の地ですか。そうなんですよ、あの17歳の時に私あのステージ 3C っていう、あのステージ4の1個手前の卵巣がんになりまして、であのここで前あの個展やってた肌野博さんっていう方がいらっしゃるんですけど、肌野さんともちょっとお話して、そのがん肌野さんとはがん友なんですけど斬新なんだ、ちょっとがん友って言ってるんですけど、ただまあ私はねもう一応 今治ったっていう体なので、うん、はい、あのまあ、状況は全然違うんですけど、でそうなんですよ、で のだからなんか割とこう来てるのが不思議な状態で、なんか自分が死ぬっていうことをかなりリアルに17歳くらいからこう意識しながら生きてきてるの で、 そ う、 です、ね、そういう意味で多分その死に方みたいなことに対してはかなり意識したちょっと変わった若者だったと思うんですけど、逆にそういう点では僕は本当に脳的に生きてというか、そういう死が周りにあまりないこう生き方をしてきたので、逆に結構そういう、まあ、本当に興味本位かもしれないんですけど、人の死とかっていうのはなんかこう興味が湧くんですよね。そうすると、うん、でやっぱりその木村さんの絵を描いてる作品にもそういうのをこう感じ取って、うん、まあ、全くこう違 う、 こう人生、そう、まあ、本当真逆になんかさっきちょっとお話ししてても、うん、結構真逆に近いんじゃないかなっていうぐらいの感じ。そうですね、なんか私その病気のこともそ
点ではありますね。うちは両親も離婚してますし、あの父は私と年が近い人と結婚してますし、あとまあ年が近いっても私と同い年とかではないですけど、あの差が私との方が近いっていう感じの人と再婚してたりとか。聞いてませんか、大丈夫ですか？大丈夫ですか？そう、なんかちょっと、その点がちょっと心配ヘビーすぎて大丈夫かなと思って。でもやっぱりなんかすごく皆さんの作品を見る上でもそこはやっぱり重要、まあ、まあでもそこをそうさっきね、うん、その辺も話しましたけど、そうなんかさっきもちょっと話していて、うん、作家さんって割と二通りいて、そう自分の人生をそっくりそのまま作品に投げつけるタイプと、全く別のテーマを持ってきて、まあ、発表していくクリエイターのことを続けるっていうタイプと多分いて、で私はちょっとそうやってこういろいろヘビーな人生、人から見るとヘビーな人生なんですけど、自分では思ってない、なんか最近やたらヘビーですねって言われて、あそうなんだって思うようになったんですけど、でもあんまりだからそれとその制作活動っていうものを結びつけて考えてなかった、考えてこなかったんですね、はいはい、うん、まあ、根底には多分あると思うんですけど、うんうん、あんまり考えてなくて、あんまりそういう風に、ね、見られるっていうか、先入観を持って、うん、そうですね、あんまりなんかそういう色をつけたあの作品だ、写真とかでもそうだと思うんですけど、はい、多分その高倉さんの作品なんかも、はい、その高倉さんの人生っていうよりはきちんとコンセプトとテーマにのっとったあの創作活動ってことだと思うんですけど、ね、はい、なんかそういうなんかこうね、みたいなものはね、なんか多分話すと尽きないと思うんですよね。ね、うん、あ、なんかでもさっきのその話ちょっと打ち合わせの時にしてたんですけど、なんかそののほほんと生きてきてしまった5人間からすると、やっぱりしかも作家という立場からするとそういうこう壮絶と思いでいいような人生っていうのはちょっと羨ましい、まあ、ちょっと置いてるかどうかわからないけど、ドラマ性が、ね、作家の人生のドラマ性が、日本の人って特にあの展覧会とか行くと、あの作家の年表みたいなものをすごく気にして見るんですよね。で、なんか最初の結婚、2度目の結婚、3度目の結婚みたいなそういうのことにほーってなるみたいなところがあって、それはそれでもちろんわかるんですけど、でもまあ少なくとも現存作家としてはやっぱり作家のドラマ性よりも、まあ、作品としてまあ対峙してほしいっていう気持ちはまあ強く思ってますね。うん、それはそういうのを直接木村さんに伺って、あそうだよなというふうに思ったんですけど、で逆にそれを、うん、やっぱりなんていうかな、そこを見てほしいっていうふうに作品をやっぱり作られている方もね、いらっしゃいます。どっちか良い悪いとかもちろんないです。あれはだから どうなんですかね。私はなんかこう演じてる人いるじゃないですか、それは別に悪いとは思わないんですけど、なんか演じてるんだなって思っちゃうんですけど、そのあ元々ね役者さんされてたっていうのがあって、元々まあ小劇場なんですけど、まあ、演じることをしていまして、で、まあ、今は写真っていう感じですよね。なんかあれですか、そのドラマ性がある人とかなんかいますか、こう写真家さんとかで、まあ、例えばクリエイティブな仕事してる人とかで、なんかやっぱり直にそのぶつけられるよりはちょっときついなって思っちゃいます、正直。なんかやっぱりちょっと引いた視点でやっぱ見せてくれるものの方が個人的には好きですかね。まあ、好みもあります。そうですね、なんか絵描きさんだと本当になんか多くて、あのすごいネガティブ、毎日ネガティブなことを言い続けてる人とかやっぱいるんですよね。意外にそういう人の方が人気があったりして、なんでやねんって思うんだけど、でなんかそういうなんか作家のなんだろう性格とかそういったものにあのなんかフォーカスするコレクターさんっていう人たちもいるの、そうですよね、いるので、なんかどうなんだろうなって私は思いながらいつも見てるんですけど、そうですね、どうなん
ジカルに、文脈とかそのここに至った経緯みたいなのを、伝える必要性みたいなのがあるじゃないですか。でもなんか日本ってもっとセンシティブ、そうですね、内面とかそういったものを評価しがちみたいなのはありますね。まあ、写真でもそれこそ試写真みたいなものがやっぱり日本では評価されることが多いですね。正直そんなに得意ではないんですけど、でも猫を飼ってた猫、チロちゃんの猫を撮ってる写真集があって、それは、まあ、僕も猫が好きなんですけど、でそれは好きですね、すごく。なんか、まあ、人を捉えているヌードの写真とか、まあ、そういうものより、まあ、それは多分本当に好みですけど、素直に僕は見える感じがして。写真はそうですね、私も結構難しくて、好きなものはもちろん好きなんですけど、はい、じゃあその好きの感情をなんかもうちょっとこう理屈で説明しようと思ってもなかなか説明できないので、そうですね、写真家の人とかはその写真を評価するときにどういう目線で見るんですか？どうなんですかね、なんかそれこそいろいろ、それこそまあいろいろなんでしょうけど、オートレート系でしたね、やっぱりライティングが上手だったりとか、まあ、そういう、まあ、もちろん観点もあるでしょうし、まあ、そのドキュメンタリー系であれば、まあ、どこまで伝えられているかみたいなこともあるでしょうし、本当にさまざまジャンルによって全くやっぱり変わってくるのかなと思います。絵もそういう感じです。そうですね、なんか私がよく言うんですけど、なんか命削って書いてますみたいな人が結構、結構でもないけど、まあなんかチラチラいて、で私はちょっとそういうのはちょっと苦手なんですけど、で私はそういうつもりで書いてないよって思ってるんだけど、結構私の作品を見る人は情念がとか言うんですよ。まあ、そうですね、確かに僕もSNS で平井さんのご紹介今回させて塗り重ねて書いてました。あ、いや全然いいんですけど、なんかあ、そういう風に見られてるんだなっていうのを、なんか人の評価で知るみたいな。意外と自分ではね、本当になんか毎日ベランダに、ベランダで死んだ金具に群がるアリンコをこうじーっと眺めながら、それをどう捉えていいのかよくわからない。いやー、絵描かないと終わんないなって思って。意外とそういう、そうですね、もう地味な感じですよね。そのスケジュールを結構細かく立てるんですよ。1ヶ月にかける前数とか大体決まってるので、でその10月に展覧会があるんですけど、その逆算して、何月までに何点書かなきゃいけないから、今月にこれだけ書いて、でこれだけ書いてみたいなのをスケジュールを組んでいくんですよ。それがもうすごいストレスなので、死んだくなるのに。なるほど、そこに委託して。そう、でも本当、絵とかはこうパッとこうできるものじゃないから、それこそ僕の、はい、去年結構妻も絵を描くって言ったんですけど、大変そうだなと思って、と瞬発力で描けちゃっていいかどうかな、そういうタイプの作家さんももちろんいっぱいいて、でそれはだから私は逆に羨ましくて、瞬発力で描ける人は本当に私才能あるなと思って、なんか私はとにかく積み重ねて、もう面積で日数で割るみたいな、そんな感じで、それはかなりロジカルですね。何日、4日でこの大きさ、1週間でこの大きさみたいな感じをかなりロジカルに計算して、それができない。まあ、納期はそうですね。でも大体それもなんかタスク管理を9割とか8割とかにしておいて、突発的に入ってきたスケジュールを対応していくので、それでもなんかちょっと押していくんですよね。
言いたくもなる。言いたくなる。反応どうですか、そういうことつぶやくと。だよねっていう、だよねっていういいねボタンがポッて作家さんからピュンってきますね、SNS だとね。それで怖いですよね、そういうなんか自分の内面。僕もなんかあんまり SNS とかでフォローするのが苦手なので。そうでしょ、高倉さん全然 SNS でなんかあれですよね、割とシュッとした SNS です。そう、なんかね、なんか格好つけなんですよね、だからね、そういうのも言えたらいいなと。いやいや、羨ましいですよ、私なんかもう本当になんか死んだかな、僕がとか言ってますね。私はその絵を描き始める前までは、あの禁煙プリントをずっとやっていて、私はあの東京芸術大学っていうところ出身なんですけど、芸大のにあの写真センターっていうのがあるんですけど、そこに当時ね、あのもうずっと毎日入り浸ってひたすら写真を描いてましたね。上手なわけですね。上手ではないですなるほど、あ、SNS に本当に上げられてる写真
たすごい大御所ミーハーというか、クリスマス何ですか、何がありました、クリスマス。ですね、あのパラソル、アムレラのドローイング、ドローイングですね、ドローイングとラップドウーマンという、あ、見て、いや、まあ、その具体的な作品でオマージュするというよりは、僕のこの、まあ、リストという感じで、まあ、オマージュ。あ、でも面白いですね。そうですね、まあ、結構なんかいろいろやりようはというか、あと、うん、遊ばせてもらえそうな題材の方だなと考えたんですけど。そうね、本当、一時期ハマりました、ね、そうですね、やっぱり聞かれますよね。そうですね、なんかやっぱり、まあ、90年代初頭にね、うん、日本にクリストが、クリストってあのアンブレラ計画っていうのが有名なんですけど、ね、日本のあちこちにあの傘を立ててね、そういうインスタで大規模なランドワークっていうかインスタレーションなんですけど、なんとクリスト、うん、素晴らしい、楽しみです、はい、ね、まあもう多分あまり時間がないのかなと思うんですけど、まああんまりまあ質問なんかないかもしれないんですけど、せっかくなんでちょっと、まあ、僕でもいいですし、木村さんでももちろんいいんですけど、何かちょっと聞いてみたいことだったりとかあればぜひ伺えたらなと思ってるんですけど、いかがですか、ないですかね。ああ、ぜひぜひ。お話ありがとうございました。高倉さんに質問なんですけど、はい、あのここに置いてある、はい、あの以前までの作品とかも今言っていただいて、はい、ありがとうございます。で、まあ、文章としては書いてあったんですけど、はい、そもそもなんでそういうコラージュみたいな、はいはい、作ろうと思ったのかなっていうのをちょっと純粋に、はい、まあ、そうですね、お話しいただいて、はい、はい、まあ、すごく大したことないといえば大したことない話ではあるんですけど、僕もともとあの演劇をそのやっていまして、まあ、趣味程度には写真をやっていたんですけども、まあ、その後作品としてあの写真をこう作り始めた時にやっぱり自分のこうコンペとかにこう出し始めたわけですよね。でそういうところでちょっとこう選ばれたりする人ってやっぱりそのしっかり自分のスタイルがあって、こうその人じゃないと作る意味のない作品を作られていたりするわけなんですけど、まあ、自分もそういうのがやっぱり必要だなというふうに思ったんですよね。で、まあ、そうなった時に、まあ、何をすればそういう作品が作れるのかなと思ったんですけど、まあ、自分のバックボーンだったその演劇と、まあ、グラフィックデザインとかも少しやっていて、まあ、そういったものを写真に盛り込んでみたら、まあ、あんまりその辺で戦う人は少なくなるのかなっていうふうに思って最初は作り始めましたね。結構戦略的な、そうですね、なんかその時は珍しく、僕にしては珍しくこうどういうものを作れば見てもらえるかなっていうのを結構考えて作りましたね。はい、なんかすごい個人的な感想なんですけど、ちょっとこうリアルとフィクションがすごいいいバランスで、あ、そうですね、なんか存在してるなみたいな、嬉しいです。なんか本当にその、まあ、リアルとフィクションって言ってくださったんですけど、リアルの部分、まあ、同じ人がいっぱいいるっていうような、そんな非現実的な話なんですけど、そこにリアリティをもたらしてくれてるのは本当に被写体になってくれているあの主に俳優さんなんですけれども、そういった方々 の、 そのイマジネーションだったりとか、そういうものだったりするんじゃないかなと思っていて、すごくなんかありがたいなと思いながら、なんかすごい質問としてちょっと、初歩なんですけど、はい、これ、はい、あの写ってる人は、はいはい、あの体込みで同じ人なんだと思うんです。ですね、これは実際撮影してる時にはここには写ってないもう一人あの人がいまして、まあ、別に隠して、あの手法を隠してるわけではないですから、いいんですけど、あのこの被写体の方を抱きかかえている状態と、被写体が抱きかかえられている状態、
その2つの写真を簡単に言えば、まあ、合成をしているというようなものですね。それもあってか、すごいリアルな要素とフィクションの要素が。そうですね、はい。合わさってて。そうですね。で、ちょっと、まあ、さっき言ったみたいな感じで、そのデジタルの合成として、まあ、そういうふうに見えるようにはしてるっていうのはあるんですけど、やっぱり自分と向き合うっていうところにリアリティを持たせるためには、実際にその自分同士のコミュニケーションが発生してないといけないなと僕は思っていて、そこにやっぱりコミュニケーションを発生させられるのは役者さん の、 その想像力なんですね。で、ここに自分がいることをしっかり想像して自分と対峙してもらうんです。それがあるからこそ、あの成立作品としていると自分では考えています。すごい面白いお話聞いて、これですか。質問が素晴らしいね、本当にね、もう本当に、ね、かゆいところに手がそれを聞きたかったお前聞けたお前聞けたありがとうございます。ありがとうございます。何か他にありますかね。なければありがとうございました。